何してるんすか。え、何してるんすか。うわ、魚綺麗やな。え、綺麗やから見てるんすか。うん、変態っすよ。え、なんで。いや、これ CG やん。え、 CG やん。 CG？ いや、しかもこっち本物やし。こっち見ろよ。繋がってんじゃないの。違うよ。こっちが CG で、こっちが本物の魚や。え、なんで本物があるのに CG を出してんのよ。いや、それ知らんけど、うん、本物見た方がええと思いますよ。 CG ばっかずっと見て。綺麗やねけど。綺麗か知らないですけど、うん、檻の晩酌です。あーの滝田のちょっとここ劇場の入ってるビルやね。そうですよ、かぶってください。なんでヘルメットなんですか、いつも。え、気になってたんですけど。いや、この赤線やんか。この赤線がええやんか。あ、そうなんですか、うん、ふと思ったんですけど、はい、安倍さんってほんまにオリックスファンなんかなって思って。いつになったら信用してもらえんだよ。ふと思ったんですよね。ちゃんと証明してきたやろ。ちょっとあのそれ検証したいんで、うん、ちょっとお時間いいですか。うん、ちょっとだけよ。ちょっとすいません、お願いします、うん、はい。本日の企画はオリックスカルタを作ろう。オリックスカルタ。何ですかそれ。どういうことですか。いや、あの檻の晩酌のあのグッズを作りたいなと思いまして、プロ野球シーズンオフの時にね、うん、まあ、見てくれてる視聴者さんのオリックスファンの方々で遊べるようなグッズ何かなと考えたら、やっぱカルタかなと思いまして。え、そんなグッズなんか作る資金とかあんの、うちに。いや、まあそれはあの私エグゼクティブプロデューサーがこうかき集めてね、なんとか商品化しますよ。競馬に突っ込むだけでしょ。いや違いますよ。さ、トイザラスさんの本社に足運んでね。トイザラスさんがうちと提携してくれるわけないやんか。お、分かりませんや、そんなやってみないと。まずトイザラスにオリックスのカルタ置いて誰も買わんて。いや分からんやん、そんな。それ普通球場に置かなあかんやん、それは。いや、だから、うん、トイザラスさんとかを動かすような読み札を阿部さんに考えてほしいんですよ。え、イラストとかも俺描くってこと。いや、絵はこっちの、 あのプロのイラストレーターさんに。あ、ほんま。はい。そんなつてあんの。すごい人来てくれんの。それは私交渉しますよ。でもそれは読み札次第なんでね。え、登録者数500人の YouTuber なんですけどって言って書いてくる。それ言いません。え、だんまりでいくの。100万人って言います。100万人って言って、はい、それはまあ1にも2にもまず読み札のクオリティなんで、はい、それしっかりしたのをちょっと出していただいて。わかりました。お話はそこからになりますんで。あ、でまずはあーから言ってみますか。ああ、オリックスは、あ、ちゃう、おーですね、それ。 おーやな。やめてもらっていいですか、そんな手前のボケやんの。それ狙ってやったんですか今。いや、あの天然よ。やめてよ。、うん、あ、アリアスはもともとオリックスだよ。渋いね。アリアスはもともとオリックスだよ。そう、まあ、タイガースのイメージありますもんね。そうやろ。うん、でもほんまはもともとオリックスで、うん、ジョージっていう登録名でやってたから。あ、なるほどね、うん、それ忘れんなよと。それはお前な、阪神の自前選手みたいな、なんか顔すんなと。顔すんなよ。なるほどね。そういうこと。お前はオリックスからやぞっていうこと。そうそう、ね、で次いいですね。いい、イチローはオリックスの誇りだよ。ああ、いいですね。まあこれはね、うん、まあ、いいわ、イチロー使いましょうよ、さすがに。そりゃそうでしょ。ああ、やっぱり。イチローしか出てくる。イチロー以外はないですね。あ、伊藤光る、うん、あ、前か。じゃあ、え、並べんなって、イチローと伊藤光る。かわいそうやって、光るちゃんが。光るちゃん12人でもイチローの方が上や。恐れ多いかな。恐れ多いや。伊藤光るさんも恐れ多いって言うわ。イチローさんと比べないでください。じゃあ、伊藤敦則は？なあ。え、全部の糸を持ってこい、一郎と勝負してあるから。そうか。で、嘘やろ、
17安打で3得点あ、この間反省会で言ってた正月でさ、でも正月にさ、うん、これ何やったかなってならんかな。あ、でもそれ忘れないようにというか、うん、この胸に刻みつける意味で、うん、17安打で3得点うんうん、でヒットって3本打ったら1点入るんですよね、計算上塁が3つやから。だからヒット打つやん、うん、でゲッツー打つやん、うん、でその後またヒット打つやん、うん、でまたヒット打つやん、うん、で凡退するやん。むずいってそれの繰り返しそれを5回ぐらいやったら結構17安打3得点になるからそれなんか10得点ぐらいの価値あるゲートをやってるやん奇跡のことをやってくれるんですよ。なるほどね、うん、嘘でしょ。17安打で3得点。そう、はい、行きましょう、うん、それで。ええエース川越、うん、3勝15敗はえエースですか本当に。2002年かな、うん、であのさ金田とかが、うん、あれや最優秀防御率取った年やけど、で勝敗何番でしたっけ。4勝7敗かな4勝9敗じゃなかった。4勝9敗やったけど、うん、でも川越っていうのはもう2000年代もうずっと登板数だけはもうずっとローテ守ってるから。ああ、うん、でもうエースやから。やエースで開幕投手は川越やから。成績は3勝15敗なあ。えエースちゃうって3勝15敗はほんまにエースやったんや。借金10人抱えてるやんけいやエース川越ってみんな言ってたもんだってじゃあ扇監督地下鉄乗ってたんやけどそうやろほんまにタクシーじゃないの。いや扇監督地下鉄で目撃、あの神戸市営地下鉄でさ、うん、結構目撃情報あったやん当時グリーンスタジアム神戸っていうのは、うん、市営地下鉄の総合運動公園という駅の最寄りで、そうそうそう、あ地下鉄乗ってはったんや。そうだ結構な外人選手とかもなあれ神戸市営地下鉄乗っとんの。我々はその横の明谷っていう駅の高校に通ってたんですよね、うん、須磨東高校っていう、うん、だからその地下鉄乗ってましたよね。そうやね学園都市とか寄って、うん、なんか、うん、ケンタッキーとか行ってるかもしれないケンタッキー行くかな、うん、外国人選手が、うん、明谷でトミーズのポテト食べてたかもしれない、うん、じゃあトミーズのポテト誰もわからんから。ああそうですか。塩気濃いすぎて、塩にじゃがいも乗ってんちゃうかなって噂になったやつですよね。あの癖になるやつ。家業行きましょうか。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 必ずせなあかんか。送りバント。バントでさ送っても点入らへんねん。意味ないですよ。点1点取りに行くための作戦やからね。そう、スコアリングポジションに置いて打つやつがおったらええよ、うん、そう送っても打つやつおらへんねんかそうやったらみんな打たした方がまだなんかなるかもしれんし、ね、安倍さんはもうしつこく言ってますよね、うん、で、気むずいな。気球場で着替えるオリックスファンいや、わからん。これは俺だけが感じてるものかもしれない。関東在住やん、うん、やっぱ西武、あのメットライフとかさ、はいはい、あのゾゾマリンとかよう行くやん、うん、行くね。そしたら大体ゾゾマリンやったら東京駅ぐらいでとか、西武やったら池袋ぐらいからユニフォーム着たファンいっぱいおるやん。ああ確かにね。例えばあの中央線やったら、うん、あの東京ドーム行く巨人ファンのユニフォーム着た人とかいっぱいおるもんね。やろ、うん、でもさ年に1回ぐらい俺も京セラ行くけど、うん、あんまさあのオリックスのユニフォームさ、うん、三宮ぐらいから着てる人おらんか恥ずかしいんかな。いや分からんけど三宮ちょっと遠いか、まあ、例えばさ梅田とか梅田とかから着てる人って確かにおらん気がするんよ。阪神のユニフォームは着てる人はいっぱいおるけどね、うん、だからもしかしたらちょっとあの引け目を感じてるのかもしれんのあ、私服で行って球場のトイレで着替えて応援すると。そうそうそう、あなるほどね、うん、くクデソンって、うん、クレソンに名前似てるよね。なあないやろお前クなかったやろクデなんやねん。クデソンってクレソンに名前似てるよねって似てるけどなかったやろ。なかったいやまあこんなんもあっていいんじゃない。クレソン食べると、うん、クデソンを思い出す思い出すか思い出すか。お前だけは思い出すの。クレソン食べるとクレソン思い出すよね。うん、そう、それにしよう。はい、け、
結局負け。シンプル。シンプル。うん、やっぱあ、まあね、なんやかんやありまして、紆余曲折ありまして、うん、結局負け。逆転も一回しましたけども、うん、結局負け。シンプル。シンプル。結局負け。うん、あ、いいです。これでいいです。こ。こ。コリンズ監督、シルク姉さんと熱愛発覚。古いなお前。ずっと言うてるな、その自治ネタ。お前だけやで、2020年でまだしがんでるやつ。しがむね。作業いきましょう。さあ、さあ、さよならしそうでしない。ああ、いいですね。毎回なんか追いついたりはするもん、ね、追いつくまでは行くの、うん、だ追いついてそこからさよならはせえへん。引き分けはめっちゃ多いもんね。そう、引き分け多い。ああ、いいね。し、しらけちゃった、うん、カラオケでスカイを歌ったら。お前のせいやろ。え、歌うなよ。いや、歌いかなんて、スカイは。オリックスの応援歌ね。まあ、だからオリックスファン同士やったらな。ああ、そう、盛り上がるよ。がるお前どういう場面でのカラオケで歌うんですか。いや、コンパとやめろや、お前。え、女性の前で歌うな、スカイは。誰でも知ってると思うなよ。スカイめっちゃノリええやんだって。ノリええか知らんけど、スカイってみんなでジャンプとか。いや、だからノリええか知らんけど、三代目 JSOULBROTHERS とか歌ってほしい女の子の横でスカイ歌うなよ。スカイ受けへんかな。受けへんって。で、大体あのスカイをさ、あの入れるやん、うん、映像流れるやん。あ、大体な、あの2000年代のな、うん、一番オリックス弱い時の映像ずっと流れる。なんでやねん。優勝した時のもうええやろ。おう、カツラギや、カツラギやで、おいみたいな。盛り上がれへんねんって。おう、すごいすごいすごい、プリアムやで。知らんて。で、ス。スクイズしそうやな。ほらした。すいません、ええ、スクイズって奇襲ですよね。そうそう、しそうなんや。え、するよ。球場とかテレビで見てる人が、うん、ああしそうやなと思った時にしてくれんねや。そうそう、だからあのバッター大城とかさ、うん、西浦とかさ、うんうん、まあ、出てきて、まあ、そんでランナー三塁でここ絶対行ってほしいぞ、うん、これスクイズ行くんちゃうかな、うん、行くで行くで行くで、ほらした。あかんや。せ、セリーグファンが知らないオリックスの監督。何それ、怖い話。怖い話ですか。よう聞かれるんやけど、なんか、え、うん、オリックスって今監督誰なの。めちゃくちゃ変わるからね。だから徳川15代将軍全員言えるかみたいなノリになってるかも、ね、いや、それ無理やろ、歴代監督をさ、うん、言えへんよ。言われへんね。例えば扇とかやったら家康。家康は扇監督は家康ですよ。中村監督とかになってくるとさ、うん、家定ぐらいやろ。それ難しいかもな。家持ちぐらいやろ。誰やねん、おい。そう、そう、そう、その手があったか、うん、サンキューバス。すいません、意味わかりません。意味わかりません。あ、わからない。すいません、僕わかんないです。じゃあ、宮崎キャンプ行ったことないの。行くか。え、なんで宮崎キャンプ見に行くねん。知らんのかいな。あのさ、うん、オリックスってさ、もともと宮古島でキャンプやってたとか。はいはいはい、そのイメージあるね。で、何年か前からさ、あの宮崎にしたんや。お、宮崎っていうのはソフトバンクと、うん、巨人か、うん、ソフトバンクと巨人の超人気球団がずっとキャンプやっとったわ。はいはいはい。その近く の、 なんかその清武っていうところで、うん、あのキャンプを張るようになって、オリックスは。はいはいはい、うん、で、その3球団のキャンプのキャンプ地を回る周遊バスを走らせたわけ、うん、で、オリックスの観客動員数、うん、3位なんやから。あ、経営的な目線での、うん、そうそう、商売上手って。分からへんけども、うん、一応巨人とかソフトバンクを見た人が、うん、ついでにオリックスも見とくか言って。そう、せっかく行ったんやったらな。一応帽子とユニフォームだけ、あのカバンの中突っ込んで、オリックスファンのふりして、あの、ね、人だけまで来るっていう。フロントの方ですか、あなた。え、そのお金稼ぎの方まで熟知してますけど。タ、タイ芸人やな。そうなんかな。タ、やっぱタイ芸人。タニか。タ、タ、タイ芸人のユニフォームを着て出る。やったけど、なんで谷とタイ芸人悩んでタイ芸人の方をチョイスするの。あのユニフォームが用意できなくて、うん、たまにあるね、あの
フランコかな、フランコがディクソンのユニフォーム着て出たりさ用意しとけよ、たまにあるからサンキューバス用意する暇あったらユニフォーム用意しとけよ、あの藤本さんって人がタイ芸人のユニフォーム着てさあ、なるほどね、うん、試合出てたから、ちちちょっと名前変わりすぎだね、総合運動公園や通常、確かにめちゃくちゃ変わってる、僕らが中学校の時とかグリーンスタジアム神戸でしたもんね、そうでしょ、うん、ファインマークになって、うん、ヤフー BB になって、うん、ホットモトかすごいネーミングライツされてるよね、うん、めちゃくちゃ企業入ってる、今何やったっけかなってたまに思うやん、グリーンスタジアム神戸がいいですけどね、しっくりきますけども、最近でもホットモトで落ち着いてきたけどな、ああホットモトスタジアムね、うん、ああなるほど、強いぜ消化試合はいいね、はい、いいやろ、強いね消化試合は、この逆説的な、だいたいそのねシーズン終盤順位が決まってから、うん、首位いじめとかするのがもうオリックスどこで本気出してる、定番や、そこでやっぱり終盤こう若い子たちがこう出てきて、うん、で活躍して、うん、これも来年からこの子らが頭から活躍してくれたらよ、うん、まあ、オリックス来年は優勝やでって言ってそのシーズンがある、うん、で期待を胸に、で期待を胸にシーズン始まると、うん、もう全員リセットされて天然キャラだね糸井さんあ糸井さん審議ですかね、これ何やっぱ日ハムになってもらおうかな、いやいやでもオリックスいましたよ、オリックスでも活躍しましたから、オリックスおったら OK、 全然いいですよ、なんかそのエピソード1個ありますか、有名なやつ、このキャプテンマークに ついた年にキャプテンマークの重みはどうですかって言われて、軽い素材でできてるんで大丈夫ですいやそういうことちゃうねん、そういうことちゃうねん、ボケた可能性はある、そんなもん誰が鉄でできてると思ってんねん、とと、トンネル抜ければまたトンネル関越自動車道か、いやそう俺が言うてやつや、それ言うてましたね、もうあの山手トンネルか、山手トンネルもうせでいいや、のぼとけトンネル、どれにします、どれにするんですか、いや別にどれにするんですか、そこはツッコミも入れるんですか、あ、それ入れますよもちろん、どれにするんですか、関越、ま、いや関越自動車道かでいいんだ、山手トンネルも長いですけど、山手トンネルにするじゃん、どれにするんですか、いや関越自動車道でいいよ一番最初にスッと出したやつって言うやつな、でも山手トンネルも長いですけど、長さはちゃうのよ、あ連続で来るの、そうそうそう、出たらまたすぐ入るから、トンネル入ってポンって1個勝つやん、うん、次の試合も勝った、うん、おこれ来たんじゃないかって、うん、そこからまた負け出すっていうね、なるほど、それの繰り返しがオリックスだから、じゃあトンネル抜ければまたトンネル、うん、小仏トンネルか、あまあそこまででいい、どっちですか、関越ですか、小仏やったっけ、野仏やったっけ、関越ですか、あ関越自動車道で山手トンネルじゃなくていいんですか、トンネルは何でもいい何でもいいよ、トンネルは何でもいい、うん、トンネル抜ければそこは雪国だったっていう川端康成の小説から引用でいいんです、ね、じゃあトンネル抜ければそこはトンネルだったにした方がいいかいいですね、うん、川端康成から引用して、はい、トンネル抜ければそこはトンネルだった、関越自動車道か、いやそれやったらもう川端川端感はなくなる、川端突っ込んでないですか、うん突っ込まない、あなるほどね、いやな行、な行はじゃあ視聴者さんにちょっと考えてもらいましょう、あいいね、なにぬねの5つ考えてもらって、うん、でコメント欄に書いていただいて、うん、いいのをちょっと採用させていただきましょう、選考委員会がちょっと調べて、そうそ そうね、審議します、吟味してね、うん、はいはい、しましょう、はい、じゃあ前半はここまでということで、はい、ハ行からまた次回そうですねやっていきましょ う、ね、ちょっと長なりましたんで、はい、はい、ありがとうございます、檻の晩酌でした、チャンネル登録お願いします。